竹下渉は、日本の政治家。衆議院議員、環境大臣政務官、財務副大臣、復興大臣、衆議院予算委員長、自由民主党国会対策委員長、自民党総務会長、自民党組織運動本部長、自民党タバコ議員連盟副会長、日韓議員連盟総務会長、自民党島根県支部連合会会長などを歴任。 島根県伊志郡掛屋町出身。竹下家は300年続く旧家で、江戸時代には商屋を務め、幕末から代々作り酒屋を営んでいる。掛屋町立掛屋小学校、出雲市立第一中学校、慶応義塾高等学校を卒業し、慶応義塾大学経済学部に進学する。1969年、慶応義塾大学を卒業した。 慶応大,大卒業後は日本放送協会に入局し NHK モーニングワイドや NHK 経済マガジン等の番組で経済リポートや解説を務めた。日本放送協会を退職後、イボ兄である竹下昇の秘書に転じる。2000年引退を表明した竹下昇の後継者として第42回衆議院議員総選挙に島根日区から 自由民主党公認で立候補し、民主党公認の西清里厚氏を破って初当選を果たした。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、亀井久置を破り、参戦。同年、第3次、小泉内閣で、環境大臣政務官に任命され、第3次、小泉改造内閣まで務める。2008年、福田康夫改造内閣で、 財務副大臣に任命され、麻生内閣でも再任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、亀井久沖を約2.7万票差で下して、比例復活を許さず4選。2012年、自由民主党の組織運動本部長に就任。同年の第46回衆議院議員総選挙でも、民主党の新人らを下し5選。2013年、 細田博之の公認として自由民主党の島根県支部連合会にて会長に就任した。2014年9月に発足した第二次安倍改造内閣で復興大臣に任命され初入閣した。合わせて国務大臣としての所管事項として東京電力福島原子力発電所事故からの再生の総括に関する施策を推進するため企画立案及び 行政各部の所管する事務の調整を担当することとなった。2014年の第47回衆議院議員総選挙で6選。2015年10月の内閣改造で大臣を退任。2016年、衆議院に予算委員長に就任。8月の再内閣改造に伴う当人事で国会対策委員長に就任。2017年、 8月の内閣改造に伴う、当人事で自由民主党総務会長に就任。同年の第48回衆議院議員総選挙で7選。2018年4月に平成研究会会長に就任し、同年10月自民党総務会長を退任。2019年1月9日、記者会見し、食道癌であることを公表し、入院し治療するとも説明したが、 時期には、フレズ主治医からは早ければ数ヶ月で復帰できると診断され、平成研究会会長にはとどまるものの、派閥の運営は当面、最高顧問のぬかが福士郎、会長代行の茂木ギト吉田博美らに委ねるという。2020年8月29日、2019年4月に行われた2019年島根県知事選挙が、 保守分裂となり混乱した責任を負う形で自民党島根県支部連合会会長を退いた。2021年7月8日、第49回衆議院議員総選挙に立候補せず、政界を引退する意向を関係者に伝えた。2021年9月17日午後9時15分、食道癌のため東京都内の自宅で死去、74歳没。 竹下が代表を務める自民党島根県第二選挙区支部が国土交通省中国地方整備局から指名停止処分を受けていた安倍飛行工業から2007年に計20万円の献金を受領していた2008年9月産経新聞の取材に対し同支部は速やかに献金を返還する旨を回答している2014年10月政治資金管理団体が 実家の酒屋、竹下本店に、備品消耗品の名目で、平成22年から24年にかけて118万円を、品代として支払っていたことが、政治資金収支報告書から判明した。さらに、政治資金管理団体は、過去3年度で、金券175万円を購入しており、一部では、 時間的に矛盾しているような記載が政治資金収支報告書に書かれていることなどが分かった。うち144万円は様々な用途に使用できて、また金券ショップで換金も可能なく絵カードで、残りが三越の商品券。金券は実際の支出の使途が不明瞭で追求できず、政治活動の監視をするため収支の状況を明らかに、 するという政治資金規制法に抵触する可能性がある。平成22年11月12日開催の政治資金パーティー、竹下渡君を励ます会のための費用として、クオカードが計上されており、そのうち13万5200円分がそのパーティーの終わった後の平成22年の11月15日と11月16日に購入されていた。 国会議員関係政治団体の収支報告書の手引きによれば政治資金パーティーのために記念品を送ることなどは認められているが金券が記念品になるかどうかは不明瞭であり、金券を参加者へ渡していれば利益供与になる可能性がある。第74代内閣総理大臣の竹下登は22歳、離れたイボニー。妻は福田組会長を務めた福田忠の次女で、 衆議院議員、小沢一郎の前妻、和子の妹にあたる。また、竹下登の娘婿であり、衆議院議員、金丸真の長男で、テレビ、山梨社長の金丸康信は、清居、孫である漫画家の英久永タレントの大吾はそれぞれお名、大いにあたる。竹下渡の要祖父にあたる竹下正作りは、竹下宗太郎の三男として生まれ、後に、 同名の先代、竹下忠作りの養子となっている。そのため、系譜には、同名の竹下忠作りが2名記載されている。竹下家の家業である、醸造業は、竹下渡るの弟である、竹下三郎が当主として継承し、竹下本店の代表取締役を務めている。ありがとうございます。